はい、どうもみなさん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、4月 au ペイ生活応援企画、ローソンでポンタ 3% 還元ということで、今回は au ペイとローソンのキャンペーン情報ですね。この動画では、4月から開催される au ペイのお得なキャンペーンと、それに取り組む上で他のキャンペーンとの比較も行ってますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということでね、今回発表されたキャンペーン、こちら au ペイ生活応援企画、ローソンで au ペイ小度支払いでお支払いすると、ポンタポイントが最大 3% 還元というキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンなんですけども、実施期間が4月の1日木曜日からとなってますので、間違いないようにお願いします。で、キャンペーンの詳細がご覧の通りとなってます。日程は今お伝えしたように4月の1日からなんですけども、終了日が未定となってますんで、まあ、いつ終わるかっていうのはわかんないです。ですけども、キャンペーン情報を見る限りは、一応終わる際には事前にページが更新されるみたいですね。ちょっと懐かしいですね、生活応援企画。で、対象の店舗なんですけども、ローソン以外にも、ローソン 3F、ローソンポプラ含む、ナチュラルローソン、ローソンストア100ということとなってます。で、対象の決済方法は au ペイのコード支払いが対象です。で、還元率なんですけども、3% 還元ということで、税込み200円ごとに6ポイントがもらえます。これは、ベースポイントの 0.5% も含まれてます。で、上限なんですけども、1 auID あたり、月に1000ポイントまでとなってます。なので、おおよそベースポイント含めず33,400円分決済することで上限に到達するかなという感じですかね。で、付与日に関しては翌々月の初旬ということで、ポンタポイントが付与されます。で、キャンペーンの解説はここまでなんですけども、果たしてこのキャンペーンを優先的に使うべきかというところがですね、ちょっと今回の動画のポイントとなってきます。まあ、ほんとね、今決済方法はいろいろ豊富なので、もちろんね、そのまま au ペイで決済してもいいんですけども、で、今回はローソンで税込み200円の商品を決済する上で、他のキャンペーンだったりとか、特典とか、簡単にですね、僕なりに比較をしてみました。で、比較内容としてですね、今回は僕の方で5つ例を挙げさせていただきたいと思います。で、まず、au ペイ最大この 3% 還元なんですけども、例えば、税込み200円分の商品を購入した場合、au ペイで決済したら 3% 還元ということで、6ポイントが付与されます。これはね、先ほどお伝えしたようなベースポイントが含まれておりまして、付与されるポイントとして、ポンタポイントが付与されます。ここまで OK ですね。で、続きまして、二つ目、au ペイ最大 3% 還元プラス au ペイカード 1% ですね。これを組み合わせた場合どうなるのかっていうことで、まあ、組み合わせというよりかはこの au ペイカードでチャージを行って、au ペイで決済した場合ですね。まあ、ちょっとややこしくて申し訳ないんですけども、税込み200円の商品としまして、そこで au ペイカードでチャージした au ペイのコード決済で支払った場合 4% 分の還元となりまして、実質8ポイント分のポンタポイントが付与されるということになります。ここまで OK ですね。ですけども、今は au ペイのクレジットカードとして例えに出したんですが、他にも任意のクレジットカードでももちろん OK です。スマホ決済の au ペイに関しては、他のクレジットカードとの相性が結構良くてですね、今出てるのは au ペイカードもちろんなんですけども、セゾンカード、UC カード、MUFG カード、DC カード、ニコスカード、エポスカード、楽天カード、ビューカードということで、前おそらくですね、これ楽天カードとビューカードの記載がなかった気がするんですけども、一応ですね、これらのクレジットカードであったりとか、ブランドもですね、それぞれ対応してるということになります。嬉しいですね、僕楽天カード JCB なんですけども、それも対応してるっぽいです。で、続きまして3つ目ですね。じゃん。三井住友ナンバーレス最大 5% ということで、まあ、前回のね、動画を見られた方であれば、ある程度状況が理解されてる方多いと思うんですけども、三井住友ナンバーレス今作ったわけということで、まあ、僕もね、作ったばっかりのカードで、これを実際に使った場合の還元率ということで、同じくですね、税込み200円の商品を購入した場合、三井住友ナンバーレスのビザのタッチ決済であったりとか、マスターカードコンタクトレス決済、これを行った場合、ローソンだと最大 5% 分の還元がされます。これでかいですよね。で、還元されるポイントは V ポイントというのが付与されまして、10ポイント分が付与されます。で、もちろんね、V ポイントのままで持っててもいいんですが、今回のね、動画の流れ的には、まあ、ポンタポイントに交換しちゃおうということで、もし V ポイントからポンタポイントに交換した場合、1ポイントが 0.8 のレートということになってますんで、まあ、一応確認方法もあるんですけども、こちらが V ポイントの交換のレートの表となってます。まあ、4月からね、一部変わってくるものもあるかなと思うんですけども、まあ、ここですね、ポンタポイント 1P から 0.8P と出てますね。で、それで実際の計算をした場合、ポンタポイントに交換したら10ポイントが8ポイントになるということですね。なので、先ほどの au ペイカードと紐付けた場合と、レートがほとんど同じようになるので、まあ、基本的にずっとナンバーレスのカードをずっと使ってる方は、こういった方法でもありと思いますし、もちろん V ポイントまま持った方が還元率も高いので、それで全然ね、使われても全然 OK かなと思います。で、もしですね、ちょっと僕も不慣れなものなので、計算を間違ってたら、ぜひご指摘コメントください。続きまして4つ目ですね。
じゃんということで、D 払いの 0.5% プラス、LINEPay クレジットカードの 3% 還元ということで、ちょっと細かいところを省くんですけども、いわゆる D 払いの支払い元というんですかね。それに、Visa の LINEPay クレジットカードを紐付けた状態で D 払いで決済したら実質 3.5% 還元が可能になりますよということになります。で、最後5つ目ですね。JCB カード 20% ということで、これどういったことかというと、こちらの動画覚えてらっしゃいますかね ?JCB 使う時がということで、コンビニで 20% 還元キャンペーンというのが今現在開催中でございます。で、ざっとおさらいをするとこちらですね。コンビニで Apple Pay とか Google Pay を使うと今ならなんとご利用金額の最大 20% が戻ってくるキャンペーンということで、こちらのキャンペーンですね、上限が1000円までとなってますんで、5000円分利用することで上限の1000円に到達するということになります。で、キャンペーン自体は5月の31日まで開催されてるので、結構長く使えるキャンペーンとなってますね。なので、こちらも税込み200円の商品を購入した場合、こちらですね、対象のカードの JCB カードを持ってる方の場合、Apple Pay、Google Pay にセットした状態で、支払いの際はクイックペイで決済をすると。なので今回は 20% 分の還元ということになるんで、40円がキャッシュバックされるということになります。まあ基本的に、まあ上限はあるものの 20% キャッシュバックって結構でかいですよね。で、今お伝えしたことをまとめると、まあ税込み200円の商品を購入した場合の計算は、まあざっとこんな感じとなりまして、まあ上から見ていただいたらわかるように、au ペイ単体で支払った場合、そしたら6ポイント分のポンタポイントが付与されます。で、クレジットカード、まあ au ペイカードとか持ってる方がいらっしゃいましたら、8ポイント分のポンタポイントが付与されます。もちろん任意のクレジットカードとかでも OK です。で、三井住友ナンバーレスなら、最低で 5% 還元なんですけども、もしポンタポイントに交換した場合は8ポイントになりますよと。で、ポンタから外れるんですけども、D 払いで決済した場合は、200円で1ポイントなので、0.5% 還元、プラス LINE ペイクレカをセットした状態であれば 3% 付与もされるので、1ポイントプラス6ポイントで、実質7ポイント分がもらえると。で、最後の JCB カードの 20% のキャッシュバックキャンペーンであれば、税込み200円の商品であれば40円が付与されるということになりますんで、まあどれが正解かっていうのは特にないんですけども、まあざっと見た感じは、クレジットカードとか持ってなくて特に使いたくないっていう方がいらっしゃったら一番の方法でありかなと思います。で、もし au ペイカード持ってる方であったりとか、他のクレジットカードをよく使われる方であれば、まあ2番。で、最近ね、ナンバーレスカード作ったよって方がいらっしゃいましたら V ポイントを重点的に貯めたいならもちろん3番でもいいと思いますし、いやもう au ペイは使わず LINE ペイクレカの LINE ポイントと D 払いを組み合わせたいっていう方がいらっしゃったら4番でもいいです。で、JCB カードのキャンペーンを先に上限の枠いっぱいで使いたいって方がいらっしゃったら、今お伝えした5番の方法をぜひ試してみてもいいのかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は久しぶりの au pay 生活応援企画ローソンで最大 3% 還元について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあね、このローソンの生活応援企画ってね、結構長めにやってたキャンペーンがまた新たに復活したということなんですけども、まあぶっちゃけ言うとね、ほんと先月の激アツなキャンペーンが続いてた中のいきなり 3% 還元ポンっていう感じなので、インパクト的にはちょっと欠けるかなっていう部分は正直なとこではあります。まあ、本当ね、あの 10% 還元とかでもなんか物足りなさを感じてきてる自分がいるので、またね、ぜひどこかのタイミングで au pay はまた 20% 還元ドーンみたいなことを行ってほしいなっていうふうに個人的には思っております。まあぜひですね、僕と同じようなことを思っている方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録はもちろんグッドボタンいただけると嬉しいです。今回お伝えしたね、キャンペーンのリンクに関しては概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。まあ、こちらね、本日ツイッターでもつぶやいたんですけども、こちらスーパーとかドラッグストア飲食店の 20% 還元とか、ローソンの 20% 還元、確かこれ先月分だと思うんですけども、本日付与されました。先月でしたっけ?これ今月でしたっけ?ちょっと記憶が曖昧なんですけども。で、それで、ま、一番下にはね、au ペイのクレジットカードのキャンペーンの分のポンタも無事付与されまして、ちょっとね、気をつけておいてほしいのはちょっとこちらなんですが、こちらポンタポイント au ペイマーケット限定のポイントですね。ちょっと真ん中の方にも出てるように、2021年3月30日に失効するポイントがありますということで、まあそれがこちらなんですけども、ポイントの有効期限が3月30日1000ポイントということで、まあ au ペイのね、キャンペーンに参加された方は、おそらくこのポイント1000ポイント分が付与されてる方が結構いらっしゃるのかなと思います。で、この有効期限が僕の場合3月の30日までなので、ぜひね、付与されてる方は、au ペイマーケットにログインをしていただくと、おそらくね、ポイントの内訳とか見ることができるので、そこで、もし付与されていれば、有効期限内にぜひ使うことをお勧めします。せっかくね、付与されて使えなかったらもったいないので、早めにね、消化していただいて、
まあ、付与されてなかったらもちろんね、使うことはできないんですけども、1000円分の商品とか、サクッと購入してみてもいいのかなというふうに思います。一応、AUPayマーケットのリンクに関しては概要欄にも貼っておきます。ということで、ありがとうございました。